リビアの歴史、リビアの歴史、リビアの歴史アラビア語では、リビアに相当する地域の歴史についてもべる。戦士時代、ベルベル人が居住していた。地中海沿岸部にギリシャ人やフェニキア人の入植が始まり、ベルベル人は内陸部へ追いやられた一方で、キュレネやトリポリといった植民都市が築かれた。キュレネは後に東方のプトレマヨス町によって支配された。 またトリポリは、ポエニ戦争によって、カルタゴを滅ぼした、共和制ローマの支配下に入り、アフリカ属州に組み込まれた。そして、プトレマイオス朝の衰退により、紀元前76年に、キュレネもローマ属州キレないカに組み込まれ、リビア全土は、ローマ帝国領となった。ローマ帝国の統治下、レプティスマグナなど、ローマ人の植民史が築かれた。193年には、 デプティスマグナ出身のセプティミウス・セウェルスがローマ皇帝となり、セウェルス朝を築いた。396年にローマ帝国が東西に分裂すると、リビアは東ローマ帝国の支配を受けた。ローマ時代にはキリスト教の布教が行われた。7世紀にアラブ人のウマイヤ朝に征服され、イスラム教が広がった。イスラム教の浸透とともに、 住民のアラブ化が進んだ。その後、アッパースアサ、カイラワーンのアグラブアサ、ファーティマアサ、チュニスのハフスアサの支配を受けた。しかしこの頃からヨーロッパのキリスト教勢力とイスラム勢力との地中海をめぐる派遣構想が激化する。レコンキスタを完了し、イベリア半島からイスラム勢力を駆逐したスペインはさらに北アフカへ攻勢を続行する。 1510年には将軍率いる部隊がトリポリを占領した。1517年にマムルーク朝を滅ぼしてエジプトを征服したオスマン帝国も東からリビアに勢力を伸ばし、同年にはキレナイカを攻略した。スペインのアラゴンオフェルナンド2世は1528年にマルタ島の聖ヨハネ騎士団にトリポリを与えたがヨハネ騎士団は財政的に孤立し、 オスマン帝国の攻勢をしのぐことができず、1551年にオスマン帝国海軍の帝督はトリポリを占領し、リビアはオスマン帝国領となった。オスマン帝国統治下のリビアでは、ベーレルベー、またはパシャと呼ばれる州総督をトリポリに派遣し、ベを名乗るトルコ系の地元豪族たちを通じて間接的に支配したが、オスマン帝国が衰退期に入ると、 パシャの権力も弱体化し、米たちはイスタンブールのオスマン政府から独立した統治を行うようになった。1711年、トリポリ総督のトルコ系軍人、アフマド・カラマンリーが自立し、カラマンリー・アサが成立した。1722年に、オスマン帝国のアフメト・三世はやむなくカラマンリーをパシャとして任命し、カラマンリー・アサはオスマン帝国に功能を支払い、 オスマン帝国のスルタンより、米の称号を受けるという形式的な属国として、存続を許されることになった。カラマンリー・アサは、チュニスやアルジェの支配者と同様に、地中海で海賊活動を行ったが、このことは、ヨーロッパ諸国との圧力を生み、19世紀初頭の1801年から1805年まで、繰り広げられたアメリカ衆国との第一次バーバリ戦争につながった。 一方で1811年には、フェザーンを征服し、カネム・ボルヌ帝国との交易を盛んに行い、衰退していたサハラ交易を復活させた。しかし1830年のフランスによるアルジェリア侵攻をきっかけにイギリスとフランスによる北アフリカへの進出が始まり、オスマン帝国内でこれに対抗すべくリビア再征服の機運が生まれた。1835年に、 オスマン帝国軍のがリビアに侵攻し、カラマンリア朝は滅亡。オスマン帝国は再びパシャをリビアに送り込み、直接統治下に置いた。オスマン帝国の再支配下では、部族の自治が認められるとともに、1837年に創立されたイスラーム復古主義的なサヌーシー教団が勢力を増した。しかし1908年の青年トルコ革命後、 オスマン政府は方針を一変させ、サヌーシー教団は弾圧の対象となった。リビアをつなぎ止めようとする、オスマン帝国の努力の裏で、1861年にリソルジメントを達成したサボヤ・アサ、イタリア王国がこの地への進出を狙い始める。1911年、列強の植民地獲得競争に遅れをとっていた、イタリアは、リビア侵略を目論み、 オスマン帝国に戦線布告、井戸戦争が勃発した。イタリア軍は、海上兵力の優位を生かして沿岸部の諸都市を征服し、エンベルパシャとムスタファケマル、後のケマルアタチュルクに引きられた、オスマン軍とサヌーシー教団に引きられた兵は、内陸部に逃れた。戦争は、オスマン帝国の敗北に終わり、1912年に、ローザンヌ条約が結ばれた。条約に基づいて、 オスマン軍の撤退が決定し、イタリアはオスマン帝国からトリポリタニアとキレイカを獲得した。井戸戦争敗北により、イタリアの植民地となったリビアでは、地中海沿岸部にイタリア人が入植したが、フェザーンとキレナイカでは、サヌーシ教団の指導者、オマールムフタールがトリポリタニアではベルベル人の指導者が、それぞれ激しい抵抗を繰り広げていた。 1915年にはイタリアが第一次世界大戦の勃発で軍主力を欧州に集中させた隙を突き抵抗軍がリビアを奪還した。1918年11月18日にはによっての成立が宣言されたが大戦終結とともにイタリア軍は直ちに軍主力をリビアに戻し短期間でこの共和国は滅ぼされた。その後もオマールムフタールは 切れないかとトリポリタニアの統合を打ち出しながら、フェザーンで抵抗を続けたが、1931年に捕らえられて処刑。彼の関東により、イタリアによるリビアの完全平定は実に1932年にまで、もつれ込んだ。平定後、三地域はとなった。第二次世界大戦中には、連合国、イギリスと数軸国、イタリア、 ナチスドイツの間で激戦が繰り広げられ、北アフリカ戦線では、ドイツ軍の将軍ウェルビン・ロンメル、イギリス軍の将軍バーナード・モント・ゴメリーらが戦闘を繰り広げ、枢軸軍はリビアからエジプトに進出し、一時はアレクサンドリアに迫ったが、エル・アラメインの戦いで敗退すると、同戦線での連合軍の優勢が確定した。軸軍の敗北により、キレナイカとトリポリタニアは、 イギリスのフェザーンはフランスの統治下に置かれ、リビアは両国の共同統治領となった。戦後イタリア共和国政府はリビアの返還を要求したが、三国によるリビアの処理は複雑を極めたために新たに成立した国際連合にリビア問題の処理が任された。1949年に旧イタリア領リビアの独立が国連によって決議された。 1951年に憲法が制定され、リビアは三地域の対立により、キレナイカ、トリポリタニア、フェッザーンの3州による連邦制を認めたリビア連合王国として独立した。連合王国の国王には、キレナイカの主張であり、サルーシー教団の指導者だったイドリース一世が即位した。キレナイカ出身の主張が国王となったため、連合王国は、 トリポリとベンガジノに投資とした。独立時、の人口は約100万人ほどだった。独立後、イドリース一世は、親欧米政策を取り、1955年から国際石油資本によって、石油開発が進められた。1963年に、連邦制は廃止され、リビア王国が成立した。それまでの貧しい農業国から産油国となった、リビアには、 石油輸出によって貿易収支が改善し、莫大な外貨が流れ込んだ。しかし、石油収入の流入による社会の急激な変化や、高まる反アラブ主義の波に、王政は対応できず、石油収入も大多数の国民には還元されなかった。そのため、徐々に国民の不満は蓄積されていった。1969年9月1日。 ナセル主義者だった27歳のムアンマルアルイコール、カッザーフィー、カダフ大尉と同士の青年将校たちによるクーデターによりトルコに滞在中だったイドリース一世が退位し、カッザーフィーを事実上の原種とするリビアアラブ共和国が成立した。その後はイスラム原理主義や社会主義やナセル主義やカッザーフィーが表した緑の書に基づき国家を建設していったが、 1970年代から1990年代まで、パンアメリカン航空103便爆破事件、198年など、数々のテロ支援などで、アメリカ合衆国やイギリスなどの欧米諸国と敵対した。このような姿勢からリビアは、アメリカ合衆国によって、テロ支援国家に指定され、1986年には、アメリカ空軍によりカッツーフィー暗殺のための空爆が行われた。 周辺諸国との関係でも、1974年1月には、チュニジアと共同で合法を宣言し、アラブイスラム共和国、チュニジアリビア連合の成立を宣言したが、この連合は即座に消滅した。この後、チュニジアとの関係は悪化し、1980年1月27日に、チュニジアのガフサで40人以上の死者を出したはリビアが黒幕だったと言われている。 1985年には、チュニジア国境に軍隊を集結し、チュニジアを一嚇した。1973年には、ウラン鉱脈のあるチャドとの国境、青蔵地帯を占拠。1978年1月、チャドのハブレハに、リビア軍の援軍を与えて、チャド北部を制圧する。1980年には、チャドの旧、フラリノットによる、新連立政権。 ハブレ派を含むと国境紛争を行い多大な損害を受け1981年11月に撤退した。1987年国境をめぐってチャドとトヨタ戦争が勃発。このような高戦的な外交姿勢や相次ぐ政府主導のテロにより1992年にリビアは国連によって経済制裁を受け1999年に 経済制裁が解除されるまで、経済の衰退が進んだ。しかし、2003年のイラク戦争の頃から、リビアの姿勢は難化し、これを受けて、アメリカ合衆国はリビアを、テロ支援国家指定から解除した。2006年5月15日に、アメリカ合衆国は、リビアとの国交正常化を発表した。2002年には、アフリカ連合、AU の原価名国となり、 カッザーフィーは反アフリカ主義やアフリカ合衆国構想を主導した。2004年に国名を大リビアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国とした。2011年2月、カッザーフィーの辞職を求める大規模な反政府デモが発生し、政府軍が反体制派を空爆するなどリビアは事実上の内戦に突入、米英物を中心とする、 欧米諸国はリビアへの軍事介入を行い、7月にはリビア連絡調整グループが反カズザーフィー勢力であるリビア国民評議会をリビアにおける正当な政府として承認。8月23日に首都トリポリが陥落、10月20日にシルトでカズザーフィーが射殺され、政権は終焉した。2011年10月よりリビア国民評議会が中心となって、 新政権への移行が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。